はい、どうもユッキーです。今日はですね、チャームさんから、生態が届きましたので、開封していきたいと思いまーす。はい。またしてもね、新しいね、お仲間がね、増えまーす。まあずっとね、以前からね、買おうかなーと思ったんですけど、はい。じゃっちゃっちゃん、じゃっちゃっちゃん。さて、ちゃんと、無事届いてるかな？あ、ちなみに、携帯と、あと、これも購入しました。じゃん。水作8の S サイズの旧式ですね。旧式8。これがね、まあ、S を2個、購入しました。これ、水作8コアより、なんか、旧式のこっちの方がいいらしい。聞きました。それでは、値段が、送料込んで2200円ぐらいとなっております。はい、ビデオね、いきなり止まりましたね。クソ。クソロジクール。ということで、じゃーん、こちらでーす。ヤマトヌマエビくん11匹、購入いたしました。はい。ヤマトくんね。いや、でかいね、やっぱね、ヤマトくんはね。ヤマトヌマエビ、11匹。お、でかいでかい。ほほほほほほほ。おほー。全員元気でございます。で、こちらはね、水合わせを、まあ、24時間ぐらい。1秒1滴ぐらいで、24時間ね、ちょっと、していきたいと、思いますんで。とりあえずね、1秒1滴の、24時間やって、で、その後に30センチキューブ水槽に、入れたいと思います。それでは、まずは水合わせしまーす。はい、ユッキーでーす。今日はね、ヤマトくんを、出撃させたいと思いまーす。こちらの30センチ水槽に、こちら、今水合わせしても24時間どころか、もう36時間ぐらい経ったかな。パカッ！プラカッ！ね。最近こちら買いました。ジェックスの E-Air 6000WB。これがめちゃくちゃいい。コスパがものすごい。コスパがものすごい。恐ろしい。しかも静かなんですよね、これね。ではね。こちらをね、やっていきますよ。ヤマトくん、ヤマトくん、ヤマトくん、ヤマトくん。はっけ、なんだ今、なんか背後に冷たいものが。気のせいか。はい、ヤマトくん、ヤマトくん、ヤマトくんですかー。スクイッと、こら、お前は捕捉した。お、でも結構跳ねるな。ヤマトヌマエビって跳ねないらしいんですけどね。スクッと、スクッと跳ねないらしいんですよ。
跳ねないで歩き出すっていう噂があるんですけど。あ？なんかさっきからはっけえなと思ったら、バカ！おお、出陣、ヤマト出現機。お？どうなった？なんかこのしぶきが跳ねて頭に当たってたのか。なんかやけにはっけえなと思ったら。お？はっけ！あー、はっけえな。さっきからはっけえな、ちょっと。はっけえな、おい。ヤマト君は脱走の名人らしいんで、あんまりね、塞ぐ必要があるらしいです。こういうところとかね。ここの穴とかを塞ぐ必要があるらしいんで。そうしないとね、俺、南くんはこの裏側のね、ここで一匹死んでた、干しエビになってた。南沼エビですね。それではね、ほら、こらー、貴様らー、おら、と、でかい、ヤマトでかい、どう、でかい、これはでかい、お、跳ねた。これはでかいぞー。あー、まずい。あ、死んだ。あ、びっくりした。死んだかと思った。それではね、とりあえず全部ね、よいしょ、よし。と。大丈夫かな。
よし、ということでと。はい、ということでね、全部で11匹ね、入れ終わりましたが、大丈夫かな。まあ、下手したら次の日に赤くなって死んでる可能性が、エビさんはね、死ぬと赤くなるらしいんですよ。ヤマト君とかね。で、さらに水質の変化に非常に敏感なんで、ヤマト君は、これヤマト君ですね。大丈夫かな？ヤマトヌマエビは6センチぐらいになるからね、本当にでけえやつはクソでけえからな。まあ、ということで脱走に気をつけてね、行きたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。